さあこれどうなるんだ。結構団子っすねこれ。肩鳴らしにはちょうどいい。まあそこはもうパソコン仕事してもらわないんだ。それでまだまあ1枚目はいいファイトこちら。これ間違ってテンプラの肩で取るのも結構面白いです。多分ないです。まあ、あ、はい、ああ、もうさあもうさあさあさあおおおここに来るって歩き投げを止められん。あー俺撃ったよ。いつも目を取ってた開幕通常投げもう走らんね。もうやばい。はい入れ替わって歩き投げ自分から走りに行きカマコが使ってお仕置きをされ歩き投げ戦闘の一番のダメージポーズエッグポイント投げ。お、入れ替えてる。あどこ行った。が、あー、おおあるぞ。あーお、あるぞ。なると思った。なると思った。カットから回しをつけた。アレックス・ウィンズ。なるほど。さあ、これでコスケさんは3勝ですね。そしたら、マルコさんとユキンコさんかな。はい。さあ、ゆきんこさん、これで勝てば、並びます。はめられる。クマ投げキャラばっかりやつ。全員。さあ、だが、僕以外団子なので、僕以外あり、まだ可能であります、僕。バリアスある。あります。勝てば、2勝で並ぶので、その後の、勝、ですね。勝率によっては、全然あります。ユキコさんがロムさん倒して、そんな感じです。そうですね。そんな感じですね。モズクさんがコスケさん倒す。そうです。そういうことです。あります。僕以外可能性あります。いや本当に本当に本当に。ファイト。さあ行きましょう。マルコマルの舞台。ユキコニカ。九番。反発をキャッチ確認していく。しわしわし。このトマトが強そう。あ、ちょっとスパンチが怖い怖い。イリミカ、あっ、あーピヨって壊しねえ。だがこれはちゃんと殺しきれるか。しっかり殺しきれ。さあ怪しい時はしっかりゲージを使って。さあ1本目はイリミカくるっと乗っかってぐるぐるぐる。さあ体重ずらしよ。ずらしたか。釣られない。めくりガード、ダズイック、カメダイキック。これに皆さんガードしてはダメという話ですが、ガ
まだ使いますよね。まだ使いますよね、やっぱり。投げて、さあ、中玉はちょっと届かない。おお、なるほど。無敵っぽいので避けて。さあ、中盤から、なんだ、ちょっとよくわからないが。さあ、スプリジャンからのなでしこは飛んで、ウェイリバでヒュート。めくったが、ちょっとコンボが。さあ、どっちなんだ。どっちなんだ。表だったか。さあ、取り返せ。ゲージ状況も五分。下地盤で落としてからの、やばい、怖い、怖い。さあ、チューチュー。もうなんか、未来が見えたか。さあ、しっかり対空。さあ、上から。スライディングは届かない。スライディング、今度はどういうか。投げて、かまやじ、やばい、怖い。ひょう。この V リバが、その役にも立たずに。さあ、これは死んでしまうのか。残るのか。どっちなんだ。残った。結構残った。さあ、ヒョウト。今度は役立った。ゲージはあるぞだが。ワンチャンあるんじゃないか。うわぁ、おぉ、見てもらえないし。さあ、ただ、ゆきこさん、これで3人並びましたね。そしたら、僕と、丸子さんからいきますか。消化試合の方から。いきましょう。じゃあ、ちょっと、丸子さん。Round one. Fight. 最初飛び込みから触りに行ってマルコさんが受けたって。いやでも店長のサマーも切れてますからね、いい感じだったってこと。あー、飛びが通って怖いよ。さあ、マルコさんがまとわりついて、さあ投げ返して走り攻めに、店長また自分から赤目走、でもサマーで切り返す。投げて、マルコさんが投げて、おっ、大空もうまい、投げも抜けて、さあ前に出たのは店長、そしてあと一発、一人で中段はちょっと遠いって。さあゲージが切れて、ソーバット1ラウンド目は店長。おお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 クリションキックでサマーを対処して、さあバルセロナから投げて、さあ一回切り返して、おお、リフトアッパー、さああと一発、
ジャンプショーキック。さあ最終ラウンド。どうぞ。店長の触るキレがいいぞ。さあ、気をつけてしまった。これは。サマーも読まれて勝ったのはマルコさん。バーロッグウィン。さあ、終わりました僕は。そしたらですね、これどうなってるんだ。ちょっと待ってくださいね。 This is the 15th win for player 2. もずくさんと、そうですね、もずくさんと、じゃあこすけないかじゃがですね。はい、もずくさんは2勝なので勝たないと終わりです。さあ3勝のコスケさんとユキンコさんとロームさん、コスケさんはここで勝つと優勝に近づきます。あ、もうモズクさんの優勝ないですよ。あ、ないの。すいません、ないです。モズクさんの優勝は消えました。次ユキンコさんとロームさんの、そうですね、3勝3勝なので、モズさんの一緒じゃないです。コスケさんは勝たない。ここで勝てば優勝の最終戦が待っております。負けたらおしまいです。負けたらロムさんとユキンコさんで優勝決定戦になりますね。はいはい、モズクさんはまあそうですね、コスケさんに嫌がらせする形ですね。試合を終わってから言ってますよ。さあ、モズさん、俺は一体どういう気持ちで試合に臨む。いや、そこは格闘ゲームなので、そこは勝負に決してください。手加減されて勝っても嬉しくはないです。さあ行きましょう。モズさんは優勝レースに関係ありません。いざサマーマム、エルボーほぐして、さあ膝追いついた。天気は投げる、ベリバー壊し壊し、さあ出せない。コマ投げはバックで4蹴って、あとはコマ投げ、さあジャイキック、さあジャイキック発動からの、さあ補正切りバーム、コマンが暴れる。ーーーーさあ暴れてんだよと。さあサードストライク、いいゲームです。さあ、バスボレー行こうと。ダメ。電撃がコンボになってしまう。投げて。さあ、後ろの下がりから投げをふかしてから中段でビヨって。さあ、あっという間に取り返す。最後の嫌がらせです。最後で嫌がらせするよ。前田マン、コマ投げ、前田マン、ジャンプに引っかかる。さあ、膝で暴れてから、ここで、CA ファナシー。さあ、ハイパー4。立ち台キック、クラガン。コマ、ファーオブ、ナポレ。CA で勝ったのは、コスケさん。さあ、モズクさん。負けてしまいました。さあ、これで、コスケさんは最後の優勝の試合に残りますね。さあ、ロムさんとユキンコさん、ここで勝つことが最低条件。This is
勝たないといけない。優勝するためには。